どうも、大之介です。今回は、お年寄りは自分が好きで自分の意思で老害になっているわけじゃないんですよということについて解説していきます。というのも、まあ、昨今、話題になっている老害っていますよね。まあ、僕たちの体に付く癌細胞みたいな存在で、頑固で、柔軟性がなくて、すごいわがままで身勝手で頭が悪いような人間のことを老害って皆さん、指してるかもしれませんが、彼らって別に小学生の頃とか幼少期の頃に、私の将来の夢は老害になることですって言ってたわけじゃないんですよ。気づいたら老害になっちゃってるんですよね。何が言いたいのかっていうと、僕たちも気をつけないと僕たちが大嫌いな老害に将来なっちゃうかもしれないよという話なんですよね。というのも、まあ、特に皆さん今社畜となって生きてますか？自分の自由な時間が一切なくて、人に言われたことを言われた期限の中でこなさなければいけない、めちゃくちゃストレスの多い、なおかつ給料がめちゃくちゃ少ないような、そんな奴隷のような生き方をしている社畜になっていませんか？で、まあ、大抵の人たちは、こういう社畜となって生きている人たち、まあ、僕も含めなんですけど、ほとんどなんですけど、皆さんって社畜に憧れてました？社畜になりたいって思ってました？幼少期の頃、将来の夢の作文で、私の将来の夢は、自由な時間が一切少ない奴隷のようになって働く社畜ですなんて言ってた人、いました？僕の記憶だと、僕の友達は一人もいませんでした。ただ、僕の周りを見渡すと、みんな社畜になってます。何が言いたいのかというと、自分が望んでいたかどうかはさておき、自分の今の状況って自分が望んでそうなったかどうかっていうのは誰にもわからないということなんですよね。で、まあ、例えば勉強だったりとか、宿題だったりとか、をおろそかにし続けて、どんどん先延ばしし続けて、自分が目の前の作業しかできない、単純労働しかできないような、状態になっていますと。毎日死んだ顔をして、電車に乗って通勤通学をしていて、で、ものすごいストレスも多いから、そのストレスから逃げるために、酒とかアルコールとかギャンブル、酒とかタバコとかギャンブルとかに逃げてますと。で、っていうような毎日を過ごしていませんか？で、自分が成功できないのは、仕方ないと。才能がなかったからだと。自分はどうせ何をやってもダメだっていうふうな言葉を自分に言い聞かせていませんか？で、それがどうなるのかというと、そして現状維持を好む。もう自分は、どうせ何もやっても無駄なんだから、何にも挑戦しないと。ただただもう今のまま年老いていけばいいっていうふうに思っていて、なおかつ成功者とかお金持ちとかインフルエンサーたちを見て、彼らは運が良かっただけだとか、人を騙しているだけの悪いやつだ、本当にいいやつは質素な暮らしをすべきだ、お金を稼ぐのは悪いことだ、お金についてお話しするのは卑しいことだっていうふうに自分に言い聞かせていませんか？その状態のままいると、社畜のまま人生を過ごすと、待ち受ける先って実は老害なんですよね。そんな奴隷となって働いた末が社会的に疎まれるような老害に自分自身がなるなんて、そんな人生絶対嫌じゃないですか。ただ考えてみてください。皆さんが、思い浮かべるような老害って、自分以外の意見はすごい否定するし、自分以外の考えを受け入れることができないし、めちゃくちゃ頭が硬くて、新しいことにも挑戦しないし、だからスマホを持つ若者は全員いかんとかなんかほざいたりするし、自分の価値観をめちゃくちゃ抑えて、押し付けてくるし、自分の意見を聞かなかったら、お年寄りたちが自分の意見を聞かなかったら、なんか大声でわめき出したりとか、わしはこれがいいんじゃみたいな風に言ってきたりとかするじゃないですか。とか、お酒だったりとか、酒をすごい飲んだりとか、タバコを吸ったりとか、そしてギャンブルがものすごい好きだったりとか、健康に悪いもんいっぱい食ったりとか、そういう人たち、そういう歯がなくて髪の毛がなくて金がないような人たちがたくさんいると思いませんか？なんか、社畜と共通点多くないっていうふうに思いませんか？要するに不健康な生活、将来の自分のためにならないようなことばっかりをしてきて、なおかつ、現状維持を好み、新しいことを挑戦しない生活を続けると、皆さん、そんな社畜の生活を続けていると、確実に皆さんが大嫌いな社畜、老害になるという人生が待ち受けているんですよね。そんな人生皆さん望みますかということなんですよね。だから、まあ、自分が才能ないとかいうふうに言うかもしれませんが、そもそもということは才能がないということは、この世の中にある全ての行動を試した、才能を試したということなんですか？ちなみにあなたは何歳なんですかという話なんですよね。で、そもそも才能がないかどうかっていうのは試してみないとわからないんですよね。僕たち人間のちっぽけな脳みそだと、未来を予測したところで全然精度なんて高くないし、やってみないとわからないことって多々あるんですよね。だから自分が行動できない言い訳を並べて、そしてそんな自尊心が低下した自分を、抑えつけるために、他の周りにすごいっていうふうに言われたいから、聞かれてもないのに武勇伝を言ったりとか自慢話をしたり、自分が頑張れない自分の境遇の話をしたりとか、不幸自慢をしたりとかを、残りの70
10年間したいのか、それとも自分が、欲している未来を手に入れるため、経済的、時間的自由を手に入れて、自分の好きなことばかりをして生きていく人生を手に入れるために、あなたがしたいことって、お酒とかタバコとか、ギャンブルとかをしたりとか、YouTube とか TikTok を一日中見てアンチコメントを書くことじゃなくて、ちょっとでも長く、本を読んだりとか、睡眠時間を確保したりとか、運動したりとか、副業したりすることの方が、自分のそういう理想の未来に近づけるんじゃないんですかという話なんですよね。このまま待ち受ける人生は確実な失敗なんですよね。その一方で、もう片方の挑戦する人生っていうのは、20年後なのか30年後なのか、それとも10年後なのか5年後なのかわからないけど、行動したら確実に自分の人生が変わっていく、そんな人生を選ぶのかどうかっていうのは僕たち自身が決めることなんですよね。だから僕たちがなりたくない大人、なりたくない大人に、なってしまうのか、それともそうじゃない人生を選ぶのか、皆さん自身なので、自分の人生は自分で選んで、親とか先生とかの言うことに、を鵜呑みにするんじゃなくて、自分の幸せは何なのかっていうのを突き詰めていくことが僕たちを幸せにしていく第一歩なんじゃないのかなということをお伝えしたかったです。ということで今回は以上。